者だ。出番だ。侵入者か。おとなしくしろ。何事だ。おい、止まれ。ご苦労様。抵抗はやめろ。作戦通り。さすがっすね。おとなしくしたれ。囲まれると面倒だ。当然の結果だ。で、ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。ああ、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつか。まずは顔、基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃうね。っていうか、出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。フェッチ。高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。任せた。勝てる相手やってやる。追い打ちだ。消えろ。悪くない。
泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。神羅に未練たらありじゃねえか。中堅スタップかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。魔王羅は建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。観念しろ。こっちのセリフだ。相手は一人。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは、うん、おっと、このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ。医者に行け。うん。あ？てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。ここからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。
的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃の顔を立ちなさい。なめてかかる。知るぞ。あとは魔法の方が最後狙って決めていけ。普通はよ。おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、回すとね。いっちゃいかな。覚えとるぜ。ここが魔鉱炉の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。おじけづいたか。やるか。長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたらいよいよだよ。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。足止めのつもりか。落ちたら星の中か。すぐに魔鉱炉が吸い上げるか。
てシンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。
気をつけろ。どうすりゃいいんだ。直撃したらただじゃ済まない。鉄骨に身を隠せ。連携しよう。待ってました。修復機能か。急げ。回復される前に型をつける。じゃあ燃えてきた。いけんだろ。俺が出る。功労賞はあのサソリにくれてる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。大丈夫か？うかつ、足が挟まって。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち。急いで。
の？早く来て。急いで急いで。黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。強すぎる。待ってました。やっけ。
どうよ。追い詰めた。連携しよう。頼られちゃうな。戦乱命中させたな。わかりってな。助けてもらおうと思ってバタと転んでみたの。革新の演技だ。